はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢良治でございます。ヒデ坊様、中島様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。誠にありがとうございます。矢野千鶴様、飯田様、松井様、中川様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。ありがたくご好意受けまして、早急にチラシお送りしたいと思います。誠にありがとうございます。左の顔が痛くて寝込んでる場合じゃないな。まあちょっと焦りますけれどもね。最初お送りした1000枚、もうポスティング終わっちゃって、おかわりちょうだいなっていう、ボランティアの方もたくさんいらしてですね、誠にありがたいと思います。引き続きご支援、チラシポスティング、ボランティア様、メール党員様、東京地区支部長、募集しております。動画説明欄もっと見るをクリックしていただいて、そちらからご応募ください。よろしくお願いいたします。私のツイッターからもリンク貼ってありますので、よろしくお願いいたします。衆院選はですね、公党の候補者でないと政見放送できないんだって、不公平じゃないかっていう声があったんですけど、最高裁の判決は憲法違反ではないっていうものらしかったんですけどね。参院選の選挙区立候補者は無所属の私でも、まあ日本改革党って言ったって、政党助成金もらってる公党ではないですから、まあ無所属扱いになるんですけれども、まあ、無所属でも政見放送できるそうであります。原稿考えないといけないなと思ってるんですけれども、まあ9条即時停止からの破棄、スパイ防止法制定、 NHK スクランブル化、外国人生活保護廃止ぐらいを喋ってたら、持ち時間5分半だそうなんで、それ終わっちゃおうかな、このぐらいしか言えねえかな、思っております。日本改革党の理念は子孫繁栄ということにいたします。私肺がんで死にかけて、わかりました。もう子孫のために何かやると、それを考えて何十年後かを見据えて物を言う、言うことに、一番現在ね、日本で一番人口が多いのは70歳近辺の方々なんですけれども、まあ9条なんか変えなくてもあと10年ぐらい戦乱がなければいいや、じゃあダメなんですよ。その方々の孫や子孫が侵略されちゃダメなんですよ。子孫のためを考えたらね。まあですから今いい年したおっさんらが頑張らないとね、今、みたいなことを言おうと施策中であります。自分は子供いないからじゃあありません。自分は子供いねえし、その子孫のためって言われてもピンとこねえよ、じゃあありません。私のご先祖様はですね、佐太郎父親、栄七じいちゃん、文次郎文吉、九太郎さんまで、まあ戸籍が明治の頃に戸籍制度ができた最初まで遡れました。久太郎さんの子孫、私の親戚はたくさんいると思われるんですよね。散らばっちゃっては分かんないですけれども、そういう方々のためにも、自分の直系がいないからっつったってそれは違う、子供がいないからじゃあなくてだなぁということであります。あとですね、構想すんの NHK がメインってことなんで、 NHK スクランブルでも2回やって2、300人お集まりいただいたけど、 NHK はどっちも報道せんかった、自分に不都合なことを報道しないで何が公共放送だ、もう言うつもりであります。国会でですね、外国人の職員比率の答弁を拒否した過去がありますんで、 NHK はそれを根拠にですね、 NHK に日本人は一人もいません、もう言っちゃおうかな、反論できねえからねあいつらね、これこの通り3人いますよとか証拠出してね、反論できやしねえからあいつらね。あとは豊島区で懲罰食らった共産党の凶悪も訴えたいです。こういうわけで、
共産党は法律違反、違法行為、選挙違反が平気なんです。うまくだまぐらがして権力さえ取ってしまえば、後で文句言うやつ粛清すれば済むって思ってんで、どんな嘘でもためらわずつきますっていうようなことも、言いたいんですけど、まあ時間足りっかなーって。共産党はですね、私の政見放送クソ味噌言われるの止めたかったら、まあ私を殺すしかないですね。5月24日午前中、日米豪印首脳が東京に集結、クアッド首脳会談開催いたしました。オーストラリア、インドの首相も、いらしてですね、同日中ロの爆撃機が日本列島周辺を周回飛行、うろちょろした。全部で7機だったそうであります。爆撃機、中国の爆撃機が4機、ロシアのが2機、あとどっちのか分かんないけど情報収集機と言われるものが1機、警戒のため空自戦闘機がスクランブル発進と、したと。回ったコースはこんなコースだったみたいであります。ネットの反応です。軍備増強しなきゃ、中国にも経済制裁でいいな。まあね、つるんでっからね、敵対してっからね、やっぱ中ロでつるんでんだな。バイデンが東京にいたんだから米軍機も白進したんじゃなかろうか。ツポレフ95と H6 か、骨董品の飛行テストしたんでは。ちゃんと飛ぶかな、あんまり古すぎてな。どっちにしても古い、機種だったみたいであります。クワッドの必要性を教えてくれた。爆撃機は問答無用で撃墜すべき。そうだね、核爆弾積んでいくかもしんねえんだから危ねったりゃねえよね。悪者同士仲良しで何よりと。岸防衛大臣、中ロ両国に重大な懸念を伝えたと発表しておりました。まあ外務省通じてでしょうけどね。ネットなんです。懸念崩壊や、せめてロックオンぐらいしろ、周辺をうろちょろするしかできない、中国はバカだな、自衛権発動せよ、中国が次の番ということで決定、ロシアとこの時期つるむなんて中国もバカだな。まあバカなんですけどね。領空には入っておらず近くをうろちょろしたみたいであります。なもんで、まあ防衛権発動とはならなかったんですけど、空自の緊急発進は年間1000回以上なので、発表されなかっただけで今までも中ロつるんで似たようなことやってきたんじゃねえのかな、嫌がらせな。そういう可能性もありますね。では今回なんで公表されたのかっていうと、バイデンが日本にいたタイミングだったんで、米国米軍がぶち切れて大ごとにしたろうっていうことで日本にも公表させたのではないか。ついでにですね、ロシアとつるんだ中国も悪者にできんなっていうことでね。米国が批判、米国国務省の報道官が記者会見でウクライナ侵攻の支援決意したようだ、中国がということで批判しておりました。記事の要旨なんですけども、中ロの爆撃飛行は中国が昨年2月に出した中ロ共同声明無制限の有効に基づくもので、ロシア支援を鮮明にしたものだ、大統領来日に合わせかなり前から準備されていた可能性があると。まあ敵だと言ってるわけなんですけど、まあ宣戦布告みたいだな。近平もアメリカがここまで強硬に敵視してくるとは思ってなかったんじゃないですかね。それとも予想はついたけど、ロシアと運命を共にする腹くくったのかな。今のままで言っても自利品だわ、ロシアにくっつくしかない、腹くくったのかもしれないですね。まあ、いずれにしてもロシアの次の世界の公敵、パブリックエネミーは中国に決定だな、この調子でいくとな。アメリカ政府がこんなにね、ロシア支援を鮮明にしたこいつは、言ってんですから、アメリカにとって経済的に目障りになったから、まあしゃあないですね。帝国はボートで押し寄せる人民の難民を水際殲滅を徹底、上海のある江蘇州だけで
8500万人もいんだもん。難民8000なんて言ったらただの数じゃねえからね。豊島区に日本人は24万人25万人しかおりません。そんな数がまああの手漕ぎボートなんかで押し寄せきたら大変ですから、もうたまったもんじゃない。全滅3割損耗や壊滅5割損耗じゃダメ、生き残ったら証言されるから水際排除で徹底的にまあ死人に口なしってことですかね。なんか中ロにこうしてバイデンが帰国した後に北朝鮮がミサイル3発ばかし日本海に撃ち込んだみたいですけど、まあどうでもいいっすねこいつらね。北朝鮮が厄介なのはすでに国内にいる工作員どもが厄介であります。今日もせっせとですね、まともな政治家の凱旋とかデモを妨害している連中ですね、ギャー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 言ってね、林鳳生外務大臣が22日に放っておけない、コロナで苦しむ北朝鮮を放っておけないとかなんとか言ってた気がしますけど、まあ気のせいなのかな。さらに中国共産党、日本公使に対し、まあ大使の下ですか、クアッド首脳会談を抗議。中国に対する日本側の誤った言動に強い不満と深刻な懸念。日本側、抗議は受け入れられない。として拒否と、聞く耳持たないと。ネットの話、聞きすぎやろ。聞いてる聞いてる。よっぽど嫌なんだな。あなた方が悪いことするからですよ。己の日頃の行いを改めてから出直してこい。中国は敵国だし、米豪印にも抗議しろよ。アメリカとインドには何も言えんのか。やっぱ核保有すべきだな。ロシアのざまを見て今頃になってビビり始めた。爆撃機うろうろさせといて何が誤った認識だよ恥知らず。中国の不満法炸裂。そりゃまあロシアの惨状を見りゃいくら中国でもビビるだろう。中国はロシアと同じ道をたどるのか土下座するのかさっさと選べ。クワッドを小さな集団とバカにしてたのにえらい騒ぎよう。武士はクワッド高楊枝、クワッド参上クワッド解決と。おっさんはねすぐダジャレに走っからおかしいんですけど、自らね爆撃機うろちょろさしといて対策されると強烈な不満とか言っちゃって本当にバカみたい。中国は信用できない8割超っていうですね。五毛の工作ネット工作も大失敗してるクソザグがね。ロシアも中国も一回ぐらいボコボコにしたぐらいじゃ理解しなかったようで、日清戦争日露戦争でボコってもね、一回ぐらいじゃ分かんなかった。もう一回ボコりましょう。昔々中国とロシアという国がありましたと。めでたしめでたし。ロシアのウクライナ侵略で判明したことなんですけど、1、核武装してない国は攻められる。2、どことも同盟してない国は攻められると。共産党が綱領で日米同盟破棄とか掲げちゃってますけど、まあこれでしょうね。外観誘致主義者だから。日本を侵略させて侵略者からご褒美もらう気でいるみたいですけど、まあウイグルでもチベットでもそういう連中はね真っ先に信用できないっつって粛清されてんだから。それ知らないんだが、俺らならうまくいくとか根拠のない自信持ってんだが、そういうとこがバカだっつーの。共産党は脳みそツルツルのバカだもん本当に。この動画をご覧になってですね、日々知識を向上させているエリートの皆様と絶望的な知的格差が発生しております。共産党のあの信者どもテレビしか見ねえからどうせね。話全く噛み合わないんで話しない方がいいです。時間の無駄です。IQ が20違うと話し合いにならないってはよく言われてることですけれども、まあまあ連中は本当にね怠慢で知的な知識を取り込むとか勉強するとかいうことを怠けきってね、
で、シーカゾーが言ってることを、そうだそうだってよく考えもせずに、鵜呑みするって生活、何十年も続けてますから、多分もう今は脳みそツルッツルになってます。この動画ご覧になっている方々とは違います。全く違う。絶望的に知的格差が広がっておりますんで、話になりません。見たら逃げることをお勧めいたします。自分の時間を無駄にしないようにね。というわけで引き続きご支援、ポスボラメール党員様、大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。